おはようございます。月曜日になりました。11月15日朝4時8分ですね。じゃあ週が変わりましたので、週足から見ていく相場解説になります。皆さん今週も頑張っていきましょう。それではこちらをご覧ください。週足ですけども、ずいぶん前に引いた線覚えてらっしゃいますかね。こういう風な線を引いたと思います。そして上の方にはこういう線があったと思います。上底と下底というやつですね。でこちらの上の方はなかなか抜けないと思ってたんですけども、ここでズバッと抜けちゃいましたよね。それからこの下の線も抜けないと思ったんですけども、ここでちょっと抜けましたというところですけども、おおむねはレンジと言いまして、ここからここの間で長い間展開されてきたんですよね。でも昨今ですね、バイデンさんが大統領に変わってから上昇傾向が見られて、その後でこの抜けない抜けないと言われてたこちらの方も一気に抜けてですね、で今ここで止まってる状態です。箱を書きましたけども、厳密に言うと下下がりのレンジということになりますかね。これが全体像です。ですんで今のところのマーケットはこの上に展開されているということになります。111円から115円の間で大きく見ることができますよね。その間現在はこちらです。114円の550あたりから113円の、200あたり、このそうですね、1円30銭ぐらいの間で推移してるってことになります。この前提に見ていきましょう。では次の時間軸は1日です。はい、1日足なんですけども、こちらとこちらが力点になっていたんですけども、まあここを抜けてですね、上の方にズバンと抜けていきました。で一旦ここで止まったんですけども、その時に引いたレンジがこういう形だったですよね。でこのレンジで推移するかなと思ったら、そのレンジを下抜けて、じゃあマーケットがこっちの下の方に変わったのかなと思ったら、元々のレンジに急速に戻っていったという形です。でこれを踏まえてですね、4時間を見ていくとどうでしょうか。はい、4時間足です。じゃあ、お世話になったあのね、連戦連勝のレンジを中心に横に引いていきますよ。そうするとどうでしょうか。このレンジの中にやっぱり帰ってきてて、まあ一瞬ね下の方に大きく割り込みましたけども、結局は同じレンジに戻ってきたことがわかると思うんですよ。で、これはね前の週の話ですけども、下に行っても上に行っても取れた流れがありましたね。ここはすごく取り組みやすかったと思います。でここをブレイクしてどうかなと思ったら、やっぱ戻ってきちゃったんですよね。で戻ってきてさらに、まあ下方トレンドで下に向かうかと思ったら、元通りのこういうような値動きになってきました。問題は今後、今このレンジの箱の中の真ん中ぐらいですけども、これがそのまま素直に下に行くのか、それとも、この辺りでもう一回上に行って、こちらの上底を目指すのかってところになってきます。それを今日はお話していきましょう。今週を占う値動きになると思います。ね。こちらの方ですね、問題にするのは。もう察しのいい方ならお分かりかもしれませんけども、これはね、まあ、こういうふうに、抵抗体を吹けばいいんじゃないですか。今ちょっと長細い箱を取りましたけども、書きましたけども、ここを破ってないわけなんですよ。 ですんでこれを下に向かってブレイクすれば、この辺りまで値動きが落ちていくというふうに考えることができます。こうなるかどうかが今週の争点だと思いますよね。もしくは別の動きとしては、これがまあこの箱の中で上行ったり下行ったりとして、まあ曖昧な動きを見せると。で上下のピップスが見てください。110円の335と、まあ113円の625でしょ。だからね、70ピップスぐらいしかないんですよ。ですんでこのレンジの中で、なんかね小刻ましく取っていこうかなっていうのは難しいんで、レンジになった場合は見てるだけになります。もうブレイク狙いですね。ブレイクアウト狙いになってきます。であとは情報に上の方に抜けるってことはまあちょっと考えにくいんですけども、そうですね、今日のまとめですけども、1点だけ、こちらの
ゾーンを抜けて下の方にブレイクするときだけエントリーしましょう。その心づもりで今日月曜日を見ていけばいいんじゃないですか。それから月曜日にしっかりとレイ動きを見た上で、明日どのような方針を立てていくのか、地域的な展望をお話していこうかと思います。というとこですかね。はい、ちなみにね、今日のその私のね、パソコン画面に映ってるこの男性の方は、当時46歳の香港アクションスター、マックス・チャンですね。イップマンシリーズの第3章に出てきてて、それからですね、イップマン、外伝、そちらの方で、チョン・ティンチという役でね、主演を張っていまして、とってもかっこいい、中年です。今ももう年を重ねて48歳か9歳、同い年ぐらいなんですよね、私とね。かっこいいですね、私はね。こういう人好きなんですよね。かっこいいなと思ってね。まあ、今、カンフー私もやってますけども、モデルに人している一人ですね、この方がね。はい。じゃあ、こんなとこですかね、今日は。余談も入りましたけども。最近は、こういうふうに、香港のアクションスターも、まあ、チェックしているとこですね。だからね、香港がね、こういう形になっちゃってちょっと残念ですね。あんまり自由な表現とかできなくって、困るんじゃないかなと思います。まあ、ただね、ただね、香港のその映画ってのは、今、なんか世界トップレベルになったんじゃないかなと思うんですよ。あらゆる資本とか、それから俳優陣とかね、テクノロジー、技術者っていうのが集まって、香港の映画作ってますからね、ほんとレベルが高くなりました。もうハリウッドなんてもう叶わないんじゃないかなと思うぐらいですよね。そしてストーリーもね、まあ東洋人にも馴染めるし、西洋人にも馴染めるしみたいな、ほんと和洋折衷ってやつですか。あれをほんと盛り込んできてますね。とってもいいストーリーが多いです。それでは本日は以上です。ありがとうございました。おはようございます。11月16日の相場解説になります。まあレンジの方に傾いてきましたんで、レンジ戦略を取っていこうかと思います。今日はですね、レンジをどこに決めるのかってことと、やっぱりブレイクアウト作戦ですね。こちらの方についてお話していこうと思いますので、いつも通りこちらをご覧ください。はい、これがデイリーでございます。デイリーのレンジなんですけども、以前までの考えはちょっとすっきりと整理して、ここら辺にね、絞っていこうかと思います。下が113円の480、上が110円の345ということで、切り板になってますね。切り板をチェックしておきましょう。ここです。で、現在144の、114の188ですから、もう売りの方に向かってもいいかなっていうところですよね。これがですね、逆に上の方を突き抜けて、114の345を上回るようでしたら、これはブレイクアウトで、バイで入るっていうことになります。113480。113480と、ちょっとメモしておきましょうね。はい。じゃあ次は4時間でいきます。4時間でいくと、114の345。この辺ですかね。で、480。113の480。こうか。この辺りですね。こういう風になりますね、大体ね。このレンジでいこうかなっていうところです。4時間の場合、もうちょっとスタンスを縮めて、これでもいいかな。114の320ですね。ちょっと絞れてきました。320で、113の445ですね。ちょっとだけ絞りました、上下に。はい。これでいきましょうか。で、最後に、1時間軸なんですけども、1時間軸は、113の445よりも、もっともっとシャープにした方がいいですね。一番上がここ。一番の安値が、こことここを結んだラインなんで、こうっすかね。このレンジでいきましょうか。だいたい113円の785が下です。で、上の方が114の225。かなり絞れましたね、これでね、上下に。はい。この50ピップスあたりが上下のレンジになってきますので、このレンジのブレイクアウトで行ってみましょう。今日はそれだけですね。値段書いていきましょうか、一応。ここにね、上は
114-255 でしょ。下が113-785。これのブレイクアウトでいきましょう。ね。じゃあ、サムネイルも作っときますね、こうやって。今日は11月16日ですから、ブレイクアウト。36、ブレイクアウト狙い。以上かな。はい、はい、今日は以上です。ブレイクアウト狙っていきましょう。それが今週の方針です。いってらっしゃい。はい、速稼塾の久保です。おはようございます。今日11月17日朝4時21分の相場解説になります。昨日お示しした上と下の価格帯いかがでしたか。この上と下の価格帯の間にあるのがレンジというやつですけども、今回は60ピップスほどしかなかったんで、このレンジオプションね、レンジの中身で、箱の中身で上下で利益を取るのは非常に困難だということで、ブレイクアウトの戦略になりました。で、ブレイクアウトの際は上の価格もしくは下の価格を割ったところからエントリーして利益を取っていけるんだよってことだったですね。さあ、昨日も利益しっかり取れたと思いますけども、あなたいかがでしたか。じゃあ画面を切り替えていきますよ。これがデイリーですけども、お話しした上の値段と下の値段、こちらに出てますよね。110円の255を上回ったら買いで入ってくださいということを申し上げました。取れてるんじゃないですか。20ピップスほどに伸びてると思います。で、もう一つが、今回はそうならなかったんですけども、113円の780を割り込んで、下の方に向かうようでしたら、セルで入りましょうということを申し上げました。これは今回、そうならなかったですね。今回は倍の方で取れたと思います。さらに詳しく見てみます。4時間ですが、なんでこの価格帯になったかというと、もうお分かりでしょうね。前回のレンジの上底なんですよ。ここ、ここ、ここを結んだ、もう散々パラ利益取らせてくれましたよね。これをこういう風に伸ばしたんですよね。ちなみに仮定はこういう風になってます。ね。きちんと符号するでしょ。だから一回使ったこちらの価格帯レンジがそのままもう一回使えるんですよね。で、しかも、ここに当たって、下から来たのが跳ね返って下に向かいましたよね。だから今度、ここに当たった場合や、また下に跳ね返って向かうこともありますけども、これを突き破っていくようでしたら、突き破った方向に倍で入っていきましょうってことを申し上げて、昨日価格を設定したのが、114円の、ね、253だったでしょ ?253 は書きにくいですけども、255かな ?255 だったと思います。255ね。で、まあまあとここをクリアしたら、上の方にブレイクアウトしましたよね。それが、今ここに出てるってことになります。じゃあ1時間見て、今日は終わりにします。はい、いかがだったですか?こちらの方を超えた。ここも超えた。だから、この価格がね、110円の255を超えたら、ブレイクアウトですよってことで、これが取れてるわけですよ。で、反対に下の値段ってのは、ここと、ここと、ここを結んで決めましたんで、113-780でしたね。綺麗にこの箱、ボックス、レンジ戦略が今回生きて、ブレイクアウトになったってことです。ね、昨日はっきりと価格もボックスも申し上げましたので、これで取れてなかったら、もう取れませんよ。ね。何回も何回も同じところでブレイクアウト申し上げてます。ブレイクアウトの前には必ず私はレンジをお示しして、箱の価格まで出してますよね。多分いろんな相場解説の中で、この金額を超えたらバイで入りましょうとか、この金額を超えたらセルで入りましょうっていうふうに、この言葉を使うところってないと思うんですよ。ないでしょ。うん。だからこれで私の相場解説で勝てるようになれば、もうどんなテクニカルも、向かうところ敵なしなんですよ。
自画自賛するわけじゃなくて、ちゃんとね、伝えていけば、私じゃなくてもこういう伝え方になるんです。ね。だから私が偉いわけじゃないんですよ。私は、当然、テクニカルを学んで、テクニカルを伝えてるだけなんですよ。私が編み出した手法ではないですから、どっかの誰かがテクニカルってものを編み出して、それを私が丸暗記して、その丸暗記したことをただ右から左に喋ってるだけですからね。はい。だから私がね、偉そうに言ってるわけではないですから。つまりは、数学や物理の公式を先生が教えて、先生が偉い人にはなんないでしょ。うん。だから、誰かが作った公式なんですよ。このテクニカルってのも。で、数学や物理と同じように、誰々さんが作りましたっていうふうに注意書きで、テクニカル理論は誰それさんが作りましたってなってないんですよ。だからみんなのものなんですよ。人類共通のこれは財産ですから、この財産をタダで使わせてもらうことによってたくさんの利益を上げられるってことになりますよね。はい。テクニカル引き続きしっかり学んでいきましょう。で、今後の戦略ですけども、これね、ここまでブレイクアウトしたらしばらく様子見になります。またレンジの方に戻っていくのか、それともブレイクアウトして一旦横ばいになってまたね、上か下に跳ねるのかっていう、いつものパターンですよ、ね、もうお分かりだと思いますけどね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。おはようございます。今日は11月18日です。朝6時の相場解説になります。今レンジを決めて上程と下程をもう一回おさらいしますよ。上が114円の255です。下が113円の785です。この間のボックスで推移してますから、これをブレイクアウトしていくわけですよね。ここまで言ってることの意味わかりますかね。わからない方は今日の放送を見てもしょうがないかもしれません。わかる方は多分儲けることができます。それではね、画面を切り替えてお話していこうと思います。こちらです。デイリーの方を見ていきます。上が110円の、110円のね、ちょっと時間変えていきましょうか、今日は。114円の255とお話ししました。110円の255ってのは、要するに、このあたりですね。あれ?線が引けないな。まあいいや。このあたりです。ね。このあたりですよ、と。あと、下の線が、いくらって言いました ?113 円の785ですよね。113円の785ってことは、下の線が113円の785。この辺ですよね。この辺で推移してるってことですよ。ですから、ここを破るようなら、ブレイクアウトしていきましょうっていう話をさせてもらいました。これはね、今、冷やしで引いてるからちょっとね、おかしいようになってますけども、これね、1時間足での話ですからね。それも誤解なく、お考えください。じゃあ、4時間の方に移っていきます。4時間の方の動きなんですけども、前お話したように、この間のレンジを破るかどうかってことが争点になってますので、破ったらブレイクアウト。でも中に入ってきたらまた同じようにやって、破ったらブレイクアウトで、昨日はここが取れた後で、急速に引き戻されて、やっぱりこのレンジの間にね、入ってくるのが分かったと思うんですよ。じゃあこれを前提に1時間でまた戦略を立てていきますよ。はい。上が110円の255って言いましたよね。114円の255はここです。分かりやすいところです。で、下がどこでしたっけ ?113 円の785ですよね。785はこのあたりです。ですんで、この間でレンジを推移していくってのは、こうですけども、幅がちっちゃいんで、レンジの内部で取っていくというよりも、作戦としてはね、ブレイクアウトでしょってことで、これが取れたと思うんですよ。で、今、急速に戻ってきましたんで、この戻ってくるやつを取るのは、さすがに私としても、至難の技なんですけどもね。でも中に入ってきましたんで、再びブレイクアウトを狙うことになると思いますから、今日の結論ですけども、114円の255を、またブレイクアウトしたら、そこでエントリーして、上げ幅を取っていきましょうってことになります。はい、ということでね、このレンジオプションのブレイクアウト戦略は継続でございます。今日も頑張っていきましょう。おはようございます。ちょっと眠いですね。11月19日。今日は金曜日です。朝6時の相場解説になります。まあ、レンジ継続ですから、上は114円の255、下は113円の785。この間で今日も戦っていこうと思います。少なくとも1時間でこのレンジを守っていれば大損はないと思いますけどもね。それでは画面切り替えてみましょう。はい。
これがデイリーでございます。デイリーはお話したようにグイッと登ってね、なんかエリオット波動にも見えなくもないんですけども、ちょっと違います。エリオット波動っていうのは1波、2波、3波と考えた時にここが一番長くならないといけないんですけども、これもなんか似たような長さですからね。だからエリオット波動って考えるんだったら、ここからのエリオット波動っていう風に見ることができます。まあこういう風にね、どこに補助線を引くかっていうのは本当ね、センスなんですよ。だから補助線引くの間違えたら全然読みが変わってきますんでね、それだけ今日は覚えておいてください。日足はまあ上にビュンと行ったのがまた下にギュッと返ってきたかなってことですよね。110円の222、うん、つまりレンジの中に入ってる価格だということが確認できます。はい、右肩上がりってやつですよね。で、4時間なんですけども、4時間はもともとこのレンジの中にいたはずなんですけども、これが飛び出してまた戻ってきたってことですよね。飛び出したんだけどもまだ戻ってきた。でも多分上昇ラインに乗ってるんじゃないですか、これ。こういう風に。だから4時間は右肩上がりの方向に向かうと思っていいと思います。ただ、レンジの中に内側に入って戦うかもしれませんけどね。そこは1時間で見ていきましょう。じゃあ1時間は補助線引いていきますよ。114の255です。114の、255ですからもうここですね。だからもうこれ上に割っていくような寸前ですよ。割ってると言ってもいいと思います。で、下がここです。この間のレンジで戦うというふうに申し上げましたけども、一旦逸脱して戻ってきたとはいえね、またこれ上の方に行くような方向性ですよ。まあ、ですんで、今日言えるのは、金曜日単体で見ることはできませんけども、ただ今日入るんだったらね、倍の方で入りますよね。ここを超えたら。114円の315を超えたら、倍でエントリーします。そして来週は、買い一辺倒になると思います。それが今日お話しできることですね。金曜日頑張っていきましょう。それでは本日は以上です。今週もお疲れ様でした。